どうも、にゃんにゃんクリーパーです。電車に乗るときいつも気になるんですけども、こういう並ぶ場所が決まっているのに、なんでこういう並び方をする人がいるんですかね。ねえ、ちゃんと枠の中にねえ立って待てばいいのに、ほら見てください。ちょっと隣はあまりないですけれども、ほらレーンから完全に外れて立ってる人がいるんですよ。ほら、私はちゃんと普通にね、レーンの中にいるんですけれども、なんでこういう待ち方をするのかが、ちょっと理解できないんですよ。おっと、隣の人来ましたけれども。はい。ね。目の前の人、どうして、ちゃんと並ばないのか。この神経が私にはわからない。別に悪いとか、そういうことじゃないんですけれども、ちゃんと並ぼうよって思いませんかね。はい。よほど隣の人が嫌なのか。はい。これまた別の日なんですけれども、やっぱり、なんかずれてるんですよ。はい。なんでまっすぐ、ね、ほら、こうやって、間を空けるのがわからない。後ろに並ぶ人もちょっと困りますよね。ね、前の人に並んで、そのままね、ちょっとずれたまま並ぶべきなのか。はい。迷ってしまう気がするんですけれども、私はちゃんと並ぶ方なんで、はい。次に来た人がね、迷わないように、やっぱりちゃんとしたレーンのところに、はい。待ってますが、ちょっと、いつもいつも不思議に思いますが、きちんと並ぼうよって、はい。不思議です。どうしたんでしょうね。やっぱり隣の人と、感覚を開けたい、ちょっと間合いというものを何かあるんですかね。あまり近いと嫌なのか、まあ、かといってね、電車乗って椅子空いてれば座るでしょうし、普通に隣の人とね、まあ密着するというか、普通に少し触れ合うぐらいの感覚で椅子にね座りますもんね。で、待ってる間に、ほら、またこれも別の日なんですけれども、また違う人がまたこんなにずれてるんですよ。これはすごいなと思います。はい。という私もね、毎回、はい、同じ位置に、ね、並びますけれども、はい、もっと、ほら、もっとこの人前に行きます。すごい。まあ、そんな、はい、電車の状況です。